ロイエット県は、タイ、東北部の県の一つ。カーラシン県、ムックダーハーン県、ヤソートオーン県、シーサケート県、スリン県、マハサーラカーム県と接する。ロイエット県は、地位側によって形成された、海抜130から160メートルの平地にある。県北部は、ヤン川を中心とする、プーパンの一部で南部には、ムーン川が流れており、 スリン県との県境になっている。地位川とムーン川が合流する場所では、水が氾濫し、稲作に適した土地が広がっている。タイ東北部に位置するため、バンコクよりも涼しい。12から2月は最低気温が、摂氏20度を下回ることが多くなり、寒気で湿度も低く過ごしやすい。雨季はおおよそ5から10月初旬までとなっている。県は、クメール王朝時代から、 人間の入植があったが、アユタヤ王朝時代には、現在のラオス人民民主共和国チャンパーサックや、スワンナプウムからの体系民族の入植があり、クメール人は南方に退いた。後に、トンブリー王朝のタークシンは、現在の県地域の中心を、サケートな高温に移した。県名である、ロイエットは101という意味である。これは、県庁所在地の周りに、 町が11あり、同じく11の城門があったことを白髪三千0に表現したものである。県証、ロイエット県は20の郡に分かれ、その下に193の町と2311の村がある。ありがとうございます。